最後に池端社長の座右の銘を教えてください。やっぱり先ほどお話ししたように継続は力なりですね、はい、でこれはまあ石の上にも3年という話はあったと思うんですけども、はい、まあ今の20代の方にじゃあ3年って言ったらもう今結構スピードがねどん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 早いから、はい、3年もって言うか分かりませんけど、はい、やっぱりなんかねうまいことなってますよね、うん、3の周期で何か訪れますよね、うん、だから3年っていうのはある部分やっぱりがむしゃらにやる方が僕はいいと思ってるんですね。そうですね、はい、でその3年も3年間できない時期もあると思うんですよ、はい、例えば1年半後にちょっと怪我して何かって、はい、でそこで大概こうやってやめてしまう人多いんですけど、はい、できないときはできないでちょっと、はい、頑張らなくてもいいんですけど、はい、ただそれを完璧にその今やりだしたことをパシッと切ってしまうことを、はい、せずに、はい、まあ3年は3年というぐらいきちっとやっぱり残しておく、はい、そうしたら何かが見えてくるんじゃないかなと思うんですね。で3年経ったときにはある部分それは必要がないって判断して捨てるという選択ももちろん大事なので、はい、そこへ行くまでの、はい、まあ、我慢が足らないと思うんですよ僕今。だから石の上にも3年という3年という言葉を僕大事にしているので、はい、まあ、そういう継続は力というあれですね、はい、が、はい、でね、途中でやめたらあいつばかりや一緒で終わってしまうんですけど、はい、そうですね、やりきって3年間に成果を出したら、はい、やっぱりあいつすごいなっていうふうにこう、はい、世間の見方が変わってしまうんで、はい、そういう部分は非常に大事だと思っています。わかりました、はい、今日は勉強になるお話ありがとうございました。